おお、美味しそう。まあでも1500円のランチですね。見てこれ。トロマラムのたたきあります。西風ピリ辛とさっぱりポン酢。うまそう。ないみたいな色ぐらい薄めてくれてますね、アルコールが。わかりますか？ロペス。久しぶりに出てきてちょっとハードな出方すぎんかったよ。お騒がせしてます、ロブです。すいません、ほんまやりすぎました。いやでもまあ、どうですか今日は。久しぶりに来たけ、まあでも活気がない町になって、ほんま人おらんね。日曜日の今感じ、おやつぐらいの時間帯、うん、ちょっとなんか、うん、せんべろじゃないけどって岡山にもあるんかな、ちょっと探してみようか。日曜日のまあ真昼間の昼過ぎぐらいですよね。休みの人多いから飲みたくなる時期というか時間帯か曜日か、なんか外出っていうか限られてるしね。だいぶ暖かくもなってきてますしね。あ、ここでサビ池待っとってくれてるし。あ、なるほどね。おお、美味しそう。まあでも1500円のランチですね。大幅に予算を超えてしまいますか。そうですね、これはせんべろじゃ済まない。これはせんべろじゃ済まない。めちゃくちゃ安いです。あ、やっぱあんだけ並ぶわけだ。うまいしね。うん、まずあ、ごめんなさい、今 YouTube 中なんで、ごめんなさい、すいません。あ、ウーバーイーツ、ウーバーイーツ、これ、見てて、これ、中華のお店モンブラン上、あ、上、これ何個店に行くのがいいと、これちょっと行ってみて。中国系、うん、3回行ったの。びっくりした。僕は麦のウーロン割りが大好きなんですよ。それに似たようなお酒かなと。あ、高いやつ。あったかいやつ、冷たいです。あ、ほんまにそう。ありがとうございます。こういう酒なんだ。あ、これすごい強いわ。匂いが。あ、そうなんですね。あれ持ってきてくれ。はい。なんていうサービスですね、店主の。ありがとうございます。おすすめから参ります。生ラムのたたきあります。西風ピリ辛とさっぱりポン酢味。で、青菜炒め、これ油の麦の菜と書きまして洋米菜っていう中国菜でございます。へー。で、これ卵炒めはあの天津飯の上に乗ってあるふわふわな卵です。で、まあ、ラム串の筋のポン酢と前菜4種類をこれ比較的お野菜中心、はい、大きなお酢でございます。よだれ鶏でございます。あ、よだれ鶏だ、はい、柔らかい鶏の肉の上にジャンがかかっています、はいはい、ピリ辛でちょっとしびれです、はい、でそれをこう包んで召し上がっていただくシャンピンセット、ビギネクの皮のものでございます。備長炭で焼きますラムでございます。ラムの牛です。ラムが牛なんですね、はい、で生ラムはこちらは、ほとんど癖のない、はい、塩のみの柔らかいラムです、はい、でこちらウイグルは、風味があってクミンとかスパイシーな中国の方が召し上がります。ちょっとお野菜と挟んだりしたものがございますね。すいません。じゃあこれとりあえず5本もらってみていいですか。はい、かしこまりました。はい、こちらですね、5本で。あ、5本3つ。あ、それで、はい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 、そんなもんラムですよ。高タンパク、高フレッシュです。うまそう。美味しいです。あ、いいですか。ごめんなさい。すごい香辛料の香りが。こっちがすごいですよ。ラム大好きなんでね、高タンパク。
ラムですね。ソースとかね。酒の。あ、アピールには最高です。残念。僕英語が読めないんですけど。何て言うの？はい。シャンラーシャンがお店の名前だそうです。で店主にあの YouTube 見たよ言うて来たらあのこれもしかしたらちょっとサービスのワンチャンあるかもしれないダンさんこれ急遽さえいけないといただきます。でもありがとうございます。まあまあ、ね、みんなまあぜひぜひ食べに来てください、ね、貴重なラム肉が食べます。あの体太る人とか気にしてる人とかね、ラムは高タンパクですごくいい人もまだまだ皆さん遊びに来て。中国料理ってラム肉出てくるんですよ、うん、中国の人って肉でラム使うんですか？豚がダメとか牛がダメとか決められてるやつあるんですか？それはないと思う。イスラムとかインドの人とかは牛肉食べれないじゃないですか。まあ羊ってそんな大きくないし飼いやすいんじゃない？飼いやすいです、うん、で次行きましょうか。どう行くんですか？どう行こう。あ、これいいですよ、あの別にあの水割りお茶でも別にもういいですよ。ならいいですか？それウーロン割り。ウーロン割り、はい、ちょっとアルコール強めがいいです、はい、ウーロン割りじゃないみたいな色ぐらい薄めてくれてますね、アルコールは。わかりますか？毛が濃いんかわからんですけど、いい色になってます。だからハイボールと同色やほんまやな、どっちがハイボールになる？そうだな、うん、でもこっち泡が浮き上げ、多分こっちがハイボールなんだろうな、はい、とりあえず重いやつがいい。せやいいよ。めっちゃ濃いよ、これなんかこれも飲み放題じゃなくてよかった。もうこんだけでもう2人です。1000円だよ。まあ1人1000円ぐらいよね、うん、1000円ぐらいで。そう、ありがとう。美味しい。うめえね。なんか あったけえタピオカ。あの今で言う、みんなで言うタピルっていう言葉が流行ってる。あれのホッティの方。別なんでね。まだ売ってないのになんか並んでる。昼もやってるんですね。外国人も多いんでしょうね、うん、ここむちゃくちゃ安いじゃないですか。これこそセンベロじゃないですかね。1杯飲んで、2、3品頼んでも1000円で収まるから。ちょっと行こっか。あの、焼酎だからずっと飲めない。マト。でもとりあえず、まあ、今日は、中国料理と、ニコットニコかな、それと全国チェーンの、餃子の王将3軒ほど回らせていただきました。まあ、とりあえず、3年ぐらいしか使ってないけど、だいぶ飲めたし遊べたし、うん、岡山も遊び方っていうことですよね。まあ1000円ずつで3軒回れたっていう。お金じゃないよ、遊び方だよ。僕は周りに迷惑かけたらいけんかなと思ってここで今日撮ってますよ。帰るよ。はい、ごめんけど、はい、でもまだ早いけど寝るわ。明日あるから撮影が。そうだね。いいよ、寝るよ。いや、この後30分3000円とか音が響くけど、ね、はい、またね。はい、おやすみ。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。